妖魔よ、ひざまずけ。すべてを屈服させてやる。あら、あなたが新しくやってきた魚師ね。この授業はよく聞くことね。さもないと魚師として独り立ちしたいなら、まずは十分に修行。第一ステージをタップしましょう。準備はいいかしら。このストーリーに挑戦してみて。あなた。
じゃ呪文にもなんない。ここをタップして魚種リストを開いてみましょう。能力を上げたい魚種を選んでね。さあまずこの魚種のレーグをレベルアップ。次は強化ボタンをタップ。すべて強化のボタンを。より強力なレーグが手に入ったから。ではさらにストーリーを進め。今回は少し厄介な敵よ。ざっと一丁上がり。さあ帰って寝よう。魚種リストを開いてスキルタップ。授業サボってこれからどこ。レベルアップをタップすれば。少し難しいでしょうけど、すでに経験を積んだのだから。
の魅力を前にひざまずくがいい。羽根付き人の力を見せてやるぜ。こんなんじゃ自慢にもなんない。さあ、これからあなたたち噂によるとこの占いルームは占い師から手に入れた霊符を使う。一度試してみましょう。このボタン。先進は動かず、入空は邪魔されず、新しいメンバーの助けがあれば、早く戦いを始める前に、ここをタップして、新しく知り合った魚士の育成を進む。野生特製の霊。